の地髄鉱脈探針も出品されるらしい。おお、ゲロマロウオープロープ、なんだ知ってるのか。それでどうだ、さっきよりオークションに興味が出てきただろう。よし、それじゃあオークションの詳細が書かれたパンフレットをやるよ。当日は絶対にルローシャキャンプに来てくれよな。地髄鉱脈探針のことをフックに教えよう。もしかしたらフェスマンのために宝物を取り返そうとするかもしれない。モグラ島の名誉隊員、ちょうど探しに行こうと思ってたんだ。That's a pitch direct hook the great。親父はもう誕生会の日を決めたのに、私はまだ機器を売れてないし、親父へのプレゼントも用意できてない。どうしよう名誉隊員、何かいい考えはないか。We should、go get your dad's probe back。そうだ、お前に単身のことを聞こうと思ってたんだ。それで何か手がかりを見つけたのか。Tak, znaleźliśmy. Jakieś poszlaki. Auction. こんな偶然ってあるのか。Tak. The bad news is you will have to compete with other buyers. 大丈夫だ。こっちにはお前がいる。お前が私の代わりに競り落とせばいいんだ。何？頼りにしてるぞ、名誉隊員。何何？機器はまだ魔女ババアのところにある。魔女ババア。オークションにエントリーしよう。君の旅が病気や苦痛とは。魔女。もう治った。フックのクマのぬいぐるみのことね。大体のほつれは治したわ。確かめてみて。わあ、新品みたい。ナターシャお姉ちゃんすごい。喜んでもらえて嬉しいわ。でもぬいぐるみを受け取るだけなのにわざわざ彼女を連れているなんて。言いなさい、今度は何を企んでいるの。Aj, co się tego nas? A czego? Na nim tak rondę naj. We are going to look for Julian and play and hide seek with him. そうだよ。フックが言いかけていたのはオークションよね。ルローシャキャンプのかしら。そう、私が頑張って直した機器をオークションで売り払うつもりなのね、フック。それはその、おい名誉隊員、早く私の代わりにごまかせ。Come on, Splunk, think of something. 君たちのコンビは本当に可愛いわね。ただの冗談よ、フック。機器は君のものだから、どうするかは君が決めていいわ。ただ一つだけ約束してちょうだい。な、何？もう列界には行かないこと。フェスマンさんはこの前のことを聞いてわざわざ私に根掘り葉掘り聞きに来たのよ。君の心配をしているの分かったら、もう彼を悲しませるようなことはしないでね。親父、分かった、約束する。もうナターシャお姉ちゃんと親父を心配させない。え、ピンキー。またこの子の世話を頼むことになりそうね。でも君も楽しんでいるみたいだから、これ以上は何も言わないでおきましょう。行ってらっしゃい、順調に行くことを祈っているわ。ありがとうナターシャお姉ちゃん、行こう。
名誉隊員、いざオークション。Polecimy. Tak jest. Na aukcję. Będziemy opylić miśka, kurde. こんにちは。オークションへの参加をご希望でしょうか。はい。そうだ。このでっかいクマさんを売りたいんだ。ぬいぐるみ？ちょっと見せてください。申し訳ありませんが、これは売れない可能性があります。とても価値があるようには見えません。Actually, this bear is worth quite a lot of money. ではもう一回見てみます。確かに作りは悪くない。布地も柔らか。でも。これだけでは大した値段で売れませんよ。Then closer to look at the eyes. 待ってください。このぬいぐるみの目、天然の国宝石ですね。なんと、こんなみすぼらしいぬいぐるみにどうしてこのような貴重な宝石が？おい、今みすぼらしいって言ったか？取り消せ。まさか。こんなことが。ただもう一つ言わせてもらえば、これは宝石を外して出品した方がいいと思います。なんだって？これはキキの目だ。取るなんて許さない。怒らないでください、お嬢さん。怒らないで。わかりました。では売り手の意思を尊重してこのまま出品しましょう。それではこの委託契約書にサインをお願いします。私がサインする。二人とも競売に参加する場合はここで買い手の身分登録をしてください。もちろん参加だ。私がサインする。名誉隊員、お前は単身のことを探れ。単身？それは地髄鉱脈単身のことでしょうか。私の知る限り単身の落札を狙っている人はかなり多く、販売価格は600シールドを下らないと思われます。That's a lot of money. 地髄鉱脈単身はオークションの最後に出す予定です。希少価値と有用性を兼ね備えた至極の宝物ですので。ですが慌てる必要はありません。あなたたちのぬいぐるみについている宝石だってそれなりに値が張るものです。高額で買い取ってくれる人がいればきっと単身を手に入れることができますよ。I'm good at bidding a price up. ええ、すべてはあなたたち次第です。コツを伝授しますね。オークションに参加する買い手が多ければ多いほど、あの大きなクマのぬいぐるみの値段も上がります。この会場にはたくさんの潜在的な買い手がいますので、私たちも知りずだん。あなたは優しく後押ししてあげるだけでいいのです。よくわからない。何を言ってるんだ。Pursue them with true love. 真摯な愛ってそんな便利なものなのか。すごいな。キキはこんなに可愛いんだから早く聞いてみよう。きっと買い取りたい人がたくさんいるはずだ。ピンクよ。ほら、すごく可愛いだろう。手触りも柔らかくて思わず抱きしめたくなるんだ。キキがそばにいれば毎日いい夢が見られること間違いなし。どうだ、欲しくなったか。 Keep staring at him and wait for him to speak.人の顔を見て話すのが本当に苦手な人がいるって魔女ババアから聞いたことがある。考えてることを紙に書いてもらおう。はい。
Not interested. Not interested. Niedobrze. Ano kuma no noigurumi, sugoi wa ne. Anata mo mita? Because it's either a rebus. Matte, nande shite iru no? Masaka tōkyōsha? そうよ。まさか他にも気づいた人がいたなんて。はあ、あの宝石を手に入れるのは簡単ではなさそうね。でも本当に理解できない。なんであんな貴重な宝石を熊のぬいぐるみに？もしかして新手の詐欺かしら？キキがあの石にふさわしくないっていうのか？あ、キキ？それって。In fact, the bird sellers. Oh, なるほどね。それならそうと早く言ってちょうだい。あなたたちの出品物には興味があるの。いずれにしても、あれほど純度の高い国宝石は仮想部ではめったにお目にかかれない。どうにかしてあの熊のぬいぐるみを手に入れないと。たとえ大金を使ってでも。Good money. キキは絶対高値で売れる。あの宝石鑑定士も参加することになる。フックのぬいぐるみは大人気になるかもしれない。俺に話しかけるな。オークション会場にいる人間は誰？いいか、オークションで勝つのは一人だけ。ここにいるやつ。Well, at least it's a friendly crowd. この俺を騙せると思っている。このおじさん、怒り。怒る？お前たちは売り手だな。出品リストの中に熊のぬいぐるみがあった。あれは、顔に出ているぞ。その熊のぬいぐるみには何かし。このおじさん、世界中の人が自分を陥れようとしてる。なんだ、俺に得させたくないのか？そのぬいぐるみにどんな秘密が隠されているのか、絶対に確かめてやる。そろそろオークション会場に行って、開始を待ってもいい時間。でも、まだ少しだけ時間がある。もう少し潜在的な買い手を探してみよう。よう。Jesus Christ, そんな見てないかだ。OK。O Jezus Maria. O je, ale żeśmy się wrąbali. Aukcjon ni chizui koumyuk tanshin. Dare kara kiitan? Pafurabi san. Kore dake no ta. Do shite ta? Nande sonna kodomo?熊のぬいぐるみ？ああ、ここ。待って待って、思っていたけど、財布を忘れたことに気がついた。この人はやめよう。でも、オークションに出品したいものと委託契約書もあるんだ。商品さえ高く売れれば、熊のぬいぐるみを買えるかもしれない。それです。それで、この人はやめよう。待ってくれ。でもな。俺の契約書は、no tak, zbierzmy jak największą ilość, kurde, nie? Tylko te
zaznaczone. Gdzie to jest? To jest tutaj? A, to jest tutaj, dobrze. Właśnie, czemu mam na takie ubogie party? Patele. O, świnka jest. Uuu, świnka jest! 60 jade'ów. 60 jade'ów.楽しませてくガツンとくるやつ行こう。リポッポした。ガツンとくるやつ行こう。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。Spieszyć? なくした契約書だな。よくかさ自覚。まったくオークションが。なんで開始か自分で宣伝し、はあ、え私たち本当お前たち OK with miner よそ者じゃないか。やっぱりオークションに来てくれたんだな。そうだ。Okay. ちゃんと覚え担当直入に聞くが。そりゃカンテラ。ところでゴーディーの免許のオークション。ゴーディーが子供向けのおもちゃを探している。彼女を説得できればフックのクマのぬいぐるみの競りに参加してもらえるかも。誰か私の可愛い。やっ。
Excuse me, you have got the wrong kid.